アタゴ稲荷神社は、長野県飯田市アタ町にある神社。社を、現在地に移した京国高地研究六年には、源の頼朝の配下で、郊外省の地頭である、近藤六郎近江が、居城を植え、飯田の松原宿から、現在のアタゴ稲荷神社周辺の地域に移し、仮名を坂西と改めて知ろう、飯坂城と名付けた。坂西長戸守の時代には、 現在の飯田城市である、地山伏丸と勘知して、そちらに移り、現在のあたご稲荷神社周辺は、あたご山地造寺となって、山伏の行所となった。公営二年に生まれた飯坂城主の坂西義政は、坂西家歴代中の名君であったとされる。義政が飯坂城の牛虎の高台に、鬼門よけとして、伏見稲荷大社を勘定して祀ったのが、本社の創始であり、 この頃には吉正稲荷と称した。飯田市街地における、あたご稲荷神社文六年間には、飯田城の城主である京国高知が、五番目の城下町を整備して堀などを築いた。この際に邪魔となった吉正稲荷を景観山に移し、この時にあたご稲荷神社となった。寒文年間頃の景観山には、女性や子供でも容易に登ることのできる賛道があったとされるが、 安政元年には安政東海地震が起こり、景観山が崩壊して土砂が境内に流れ込んだため、本殿と拝殿が破壊された。また、松川の支流である玄町川の洪水によって、景観山が今日のような断崖となり、同一場所での再建は不可能となった。安政六年には上段のあた御社の境内の一角に本殿と拝殿を再建しており、この本殿と拝殿は、 諏訪の名称立川和四郎の作である。教本年間にはすでに、あたご稲荷神社が、飯田前町の氏神の様子を提しており、延教元年には、伏見稲荷大社から社格を類進された。1901年には境内を拡張して、あたご社を合祀しており、あたご社にとっては、あたご稲荷神社に久しを貸して、も屋を取られる形となっている。 1926年にはさらに境内を拡張し、1928年には本殿を現在の場所に移して9月に千座式を挙行している。現在の宇治子は、ともひさ町の一町二町三町、あたご町、大木町、三の瀬町一町三町の、計七か町である。あたご稲荷神社は桜の名所として知られており、一本桜として、清秀桜と千代蔵桜がある。 アタゴ神社には、飯田市最古の桜とされる、アタゴ神社の清秀桜がある。品種は、江戸悲岸。飯田市公式サイトでは、教皇周囲約6.5メートル、樹高約10メートルとしており、新州の桜木構では、根回り7メートル、目通り6メートル、高さ10メートルとしており、シナノの一本桜では、幹回りは4.1メートル、樹高は8メートル程度としている。 花色は濃いピンク色である。鎌倉時代の忍事年間に、飯坂城は土地にできた、地蔵寺に、清秀法院が手植えしたものと伝えられ、桜の名称は清秀法院に由来する。清秀法院はこの桜を普通の山桜とは異なる。乳桜であるとし、当初は清秀桜ではなく、乳桜と呼ばれていたとする伝承が残っている。地蔵寺は後に、あたご稲荷神社となった。 1973年12月15日に、言い出し指定文化財に指定された。根回りの割に上部が低いのは、かつて落雷被害にあったためである。落雷によって割れた幹には、空洞ができており、根元は、数本に分かれている。樹齢は、2012年時点で約760年とも、2012年時点で800年とも、清秀桜の他に、境内の東方には、 千代蔵桜がある。幹回りは4.3メートル、樹高は16メートルであり、推定樹齢は200年である。飯田繁華老の安富氏から神社に献納され、飯田城を望める境内の東方に植樹されたと伝えられる。ありがとうございます。